はい、こんにちは、ペストでございます。さんは君に全国大会決勝戦ですね、泣いても笑ってもこれが最終、今年の最終回という形になります。現在2点リードですね。初回はツーベースからのバント2本で、5回は森君のね、タイムリースリーベースが出ましたね。で、5回の裏、青森富山高校からの攻撃ですけど、すでに2アウト。お、これは、これが伸びないね。レフト取れそうですね。アウ。さあ、1安打完封ペースのピッチングですね。あ、これはピッチャーがいいからね、追加点欲しいですよね。なんとか3発いならないね。サードフライ。アウ。おう。お、これは、ああ、切れちゃうか、惜しい。フライ。ファー。また2割切っちゃおうかな、萩原くん。ね、期待通り動かなかったのは彼がね、ちょっと残念でしたけど、まあホームランも打てるからね、一応。トライ。トライ。また。はい、打順よく1番からだったんですけどね、三者凡退ということですね。さあ、あとは小森君に踏ん張ってもらいましょう。トライ。ゴロで仕留めてるのが多いですよね。さあ、これで3巡目か、3割目。ブレイ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 。おお、素晴らしい。打線はね、パラメーターは結構関数多かったんですけど、なんかやっぱりですね、小粒なキャラクター多かったですよね。あ、まあ、富田君もね、4番してたけど、結局今のところホームラン1本。安田君もね、やっと目覚めてきたけど、安田君も1本ですよね、まだ。トライ。おー、これは大きい。いやー、スリーベースコース。ここはもう1点欲しいからバントですね。はい、ギラで行きましょう。はい。よしよし。フィルダーチョイス。足の方が速かったね。これで崩れ出した。3点目はでかいね。もう1点入ればまだまだね。はい、が多くなってきたね。
五、四、break、break、これは頂戴になる。もう一点入る。さあ、思ってた以上の成果出ましたね。相澤君の9番がドンピシャでしたね。よかった、三振か。さあ、しかし2点追加で4対0になりましたね。よほどのことない限り小森君任せられるね、これは。おう、おー、ジーター、三岡くん久々にエラー見た。ベーン、ベーン、あ、これはレフトオーバーになる。ベア、タイム、さすがエヴァンですね。お、よしよしよし、よし、ブレイベーン、ブレイベーン、おう、ああ、よかった、ワンアウト二三塁のピンチなんとかしのげた。エラーからの失点で一番怖いですからね。おう、もうあとはね、もう詰められん限りは緻密なやつはいらないんでね、もうぶんぶん捨ててほしいですね。さあ、とにかくもう1本ぐらいホームラン打たんかな。後ろの方をきっちり打ち取ってるのが大きいよね。本当に4番の小出君だけだもんね、アンダー打ってるの。またおう、ブレイク、ブレイク、ブレイク、またわー、すごいわ。あ、
とは、まあ、追加点入ろうがどうかだけど9回の裏でね逆転されんかったら勝ちは見えますんでね。まあ、リリーフもね一応使える状態にはあるんで。アウト。朝だけがおとなしだったね今日は。おう。おお、シュートだ、ヒットだ。で、河野くんもこの打順が一番ドンピシャやったね今日は。まあ、小森くんのはねラッキーヒットとしても勝手にね結びついてくれましたからね。ファー。ここはね、普通か。アウト。はい、ということで、9回裏ですね、あと3人で終われるかどうかね、あとアウト3つって言った方がいいかな、締めてくれれば。宮城県からでも優勝することできた。
はい、なんとかね、今年はイメージ的にはやっぱりピッチャーのチームっていうね、感じがしましたよね。ちょっと練習試合でコテンパンにやられた時はどうなるんかなっていうね、心配はありましたけどね。まあ3人のピッチャー頑張ってくれてね、まあ打線の方もね、奮起してくれましたけど、やっぱり今年はピッチャーのチームだったっていうね、印象がありますね。さあ、また来年と言いたいところなんですけども、まあそこはちょっとね、また先の話なんでね、できるかどうかちょっとわからないんでね、またやれれば、このゲームでまた違う県でプレイしてみるのもいいですし、なかなかね、この系統のソフトで他のやつでいいのがないんですよね。あればね、またそっちでプレイするのもいいかなとは思うんですけども、まあその辺ちょっといいのがあればね、また教えていただければと思いますんでね、ぜひともちょっとコメントと入れていただければありがたいです。では、今回、無事優勝することできましたんでね、この辺でお開きにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それでは、さよなら。